なんか電球って切れるときさ、え、何みたいな感じで切れない？なんかミニ爆発みたいな。うわんって、なんかシューって、なんかおとなしい感じで消えるのかなと思ったらさ、つけた瞬間になんか、えって、ピカチュウみたいな感じでさ消えるから、ちょっとびっくりする。やっちまったかってなった一瞬。え、気づいたら切れてる。でも私しっかりさ、でその切れる瞬間いつも遭遇する。知らぬ間に切れてましたってこと一回もないや。しっかり見届けてます、切れる瞬間を。てなわけでちょっと暗いんですけど、一個なくなっちゃったので。届かない感じ。そう、届かないのよ。だからいつもさ、なんかどでかいめっちゃ重い脚立をさ借りてやるんだけど、ちょっともう今日は夜でそんな元気がもうないので、今日諦めました。めんどくさいのよ。なんか今日いつにも増してお星様がすごい飛んできてるような気がする。気のせい？LED にしたらその発想なかった。全然なんかよく分かんなくて、いつもその自分が住んでるところで買ってるから、変えられるものなのかなこれって。もうその考えることがもうめんどくさいから、もうこのままでいいです。そんな長くここに住むなんかもわかんないしね。ああそうだ、今日夕方にあかりのやつの、テレ東さんのやつ、そう放送ありましたね。でもね、もうテレ東さんやっちゃってますね。もうあれはテレ東やってんなーですよ、もうこれは。私もファンの人に教えてもらって、まあとなんかそうちょっと見たんだけど、そういやでもなんか私も考えたんだけど、でももしかしたら取材させていただいた方がやっぱりちょっとごめんなさいっていうパターンもあるかもしれないから、あんま言えないなとも思って。そう私もお話聞かせていただいてっていうのも、そういうあったんだけど、でも結構その私が行かせてもらったところ、結構皆さんあんまりね、その事情をあんまりお話し しにくいなっていうか、そう放送しないでくれっていうパターンもあったかもしれないから。そうにしてもね、浅草は本当にね、本当についてなくて、本当夜の街を徘徊する。なんか私とマネージャーさんとスタッフ陣っていう感じで、もうかなり寒かったですね。でもなんか職人の街って感じだから、もしかしたらね、なんかその夜の間に作業してるかもっていうのがあって、きっと浅草担当だったんだろうけど、まあお祭りとかもないね、この時期に。確かに考えてみたら、まあ深夜に作業する人はいないよなっていう。 ねえ、ちょっとねえ、浅草、あーそっか、朝が早そう。そうね。そう、びっくりした。私もびっくりした。
めっちゃ歩いて、すっごい歩いたけど、だからもうほんとテレビってこういうことだよなと思って そう、合わないのよもうほんとに。だって何秒、何秒、30秒ぐらいじゃないきっと、わかんない、どれぐらいのあれだったのかちょっとわかんないんだけど。1分は確かに確実にないだろうけど、20秒ぐらいじゃない ねえ、クリスマス前は誰も起きていない浅草をみんなで歩いたという思い 非常に健康的な街ということが分かりました。宣伝 ねえ、いやでもね、ほんともう一つ言えることはマジで寒かった、ほんとに寒かった みんなもそう、深夜は結構寒いので、はい、当たり前体操なこと言ってますけど、結構夜は歩くと寒いので、あんまり大事な用事がないときはね、夜はお布団の中で寝ることをお勧めします まあそういうのはテレビっていうのはそういろいろあるよっていうことは大前提だったけど、でも私が行ったロケで、まあ、改めて思ったのはやっぱり、まあ、その、あ、言わない方がいいかな、やんない方がいいのかこれって いやでも深夜にこう働いてらっしゃる方も本当にこういて、そのさ、道路の工事とかさ、こう電車交通機関周りってさ、そのあんまり人がその日中の働いてる時じゃなくてね、みんなが寝てる間とかにあんまりこう影響が出ないようなお時間にこう頑張って、まあね、ファンの方の中にもさ、今からお仕事って夜の時にね行って、そう報告してね来るファンの方もいらっしゃるんだけどさ、ね、そういう時間にいろんなたくさんの人のためにね働いてくれてる人っていうのがいて、実際にそういう人が働いてる時に、ね、お話聞かせてもらったりとかして、ね、いろんな事情があってっていうのも私も行かせてもらって、すごい社会勉強にもなったなっていうところがあったので、学びもありました。で、そう、お忙しい中でそうお話ね聞かせてくださって本当に申し訳なかった。ベレー帽の人が脱ぎました。まあそうなのかな、短めだけど、でもその下に自分のスカートを重ねて履いてるっていう感じ。AKB ビンゴ見てから来ましたねお ありがとう 今日もなんか何人かからネオの感想を聞けました キューマングランプリすごい楽しかった。なんかもうあの時はなんか自分でもなんで今日はこんなに思いつくんだろうっていうぐらい、なんか普通に素で楽しんで
できました。あの時はめちゃめちゃ楽しかったです。あと今日はそのドボンのライブ行くよとかコンサート行くよとか舞台はこの辺で行けるかもみたいな行けそうだよ報告をたくさんしてもらったのでお楽しみにというところです。舞台の方があのビジュアルだったからまた殴り合うんですかっていうなんかそういうイメージを持たれてる方がたくさんいたので誤解を解きたいんですけど、あの多分そういう感じのやつではございませんので、あのいいやおりゃーっていう感じの舞台ではないので、あのご安心よって言ったらおかしいですけど多分そういうのではないので、それは違うよとだけちょっと言っておきますね。え、だってさ、ストーリーってさ、出てなかったっけ？あの、さ、あれに、サイトに。なんとなくの、それぞれ、お代理とか、下尾くんとか、他の役柄の方の、こういう設定でっていうのは、聞いてはいるんだけど、なんかそれぞれの、いろんな家庭とか、いろんな、生活をしている場所で、このなんか居場所をなくした人たちがあれはなんだあれは新宿会なんかそういうその路地裏のなんかイエーイみたいな感じのところでこう身をこうここであ居場所見つけたねみたいな多分そういう感じですかね。そういう感じの、大体大雑把な感じで言うとそういう感じ。ああ、もう治安は悪いかと思いますが、ただあのうわーみたいなやつは絶対私周りはないんじゃないかなと予想しているので、あのバトルとかそういうのじゃないと思います。でもまだ稽古は始まってないので、まあ、なんとも言えないんですけど、でもミュージカルっていうことで音楽もいやもうほんと私のもう神と崇めている方がこうねストーリーを作ってくださったり音楽も作ってくださったりっていう感じなので本当に楽しみ。待って、バトルないので、逆にしょぼんってしてるのちょっと何なのバトルしてほしいのそう、ダンスもそう、ほんと私が上げた載せたサイトのやつ見てほしいんだけど、ほんとにすごい方たちがいろんなクリエイティブなところでね、一緒に作り上げてくださるってことなので震えてます。やばいよって、こんなすごい人たちの中でこう一緒にものをね、ストーリーを作り上げていけるんだっていうので嬉しいし、めっちゃドキドキしてます。ね、本当に嬉しいです。劇団鹿殺しさんの舞台に立てるってことが本当に信じられない。本当に嬉しい。確かにもう劇団名がそうなのよ。劇団名がもう治安が悪いのよ。ね、最初聞いた時ちょっとびっくりしちゃったけどね、名前に。
今ここ言ったら星マークになるんじゃない？もしかして。奈良の人が怒りそうな劇団名。確かに。そうだよ、私もリン鹿だからね。鹿に縁がありますね。なんかあれだね、 AKB の方の地形戦のやつと E プラスの方で得点がね、違う。お好みの方で。で、私今までさ、その得点で台本がみたいなの、なんかそういうのなんか初めてだからすごいなーって感動してる。ああいう時にもらえる台本ってとがきとかってあるのかな。本当にセリフだけなのかな。結構あるんだ。そうなんだね、台本っていうところは結構あるんだ。へえ、とがきもあるの。なんかちょっと嫌だな、なんか。演技のそう、なんていうの、手の内を知られるってことでしょ。とがきあるんだ。はず。そうなんだ。知らなかった。勉強させてくださいよって。いや、そうそう、内容めっちゃバレバレじゃんって。だから私結構衝撃でした。その映画とかのさ、なんかアニメとか、あのそれはないか。まあでもいいね。アニメの台本もあったまあね。呪術の台本もすごかった。とがきがたくさんあって照らし合わせて見たい。早く一回見てはいるんだけどね。S と T って何？私も分からない。それなんか結末が違うのかな。そんなのも初めてだよ。2パターンあるってことでしょ。わお、いろいろと初めての経験が。このなんだ、舞台関係で東京じゃないところに行くっていうのも初めてだから、そこはすごいね、もう楽しみ。ツアーで行ってもさ、2日3日とかだから、最一番長くて。ね、美味しいもの。関西弁ラジオならない、ならない。あ、でもノリでね、会話の中でちょっと使ったりみたいな時はあるかもしれないけど、そんな染まることはないです。そんなね、兵庫
いやそうだよね、神戸牛しか思いつかないな。アンロケでちょろっと、まあツアーでも行ってはいるけど、いやまあ一番もアンロケのイメージが強い。お肉を食べたっていう。パンとかも有名。ああそうなんだ。あれもしかしてあれかな、アンパンマンのやつがあるところもそうだっけ、アンパンマンのパンがいっぱいあるところ。まあそのね、新しく舞台やるっていうこと以外にもそういう楽しそうな感じのやつもあるのでワクワクです。まあでも一回ね、コンサートの準備とかそのレッスンとかでまずはね忙しくなると思うので、一応頑張ってきます。匂わせ、え全然待って、今全然匂わせてないよ今楽しみなこと語っただけね、まず一番近くにあるのはスモアルト、あさって18日あるんですよ。そちらとドボンのライブを頑張ってきます。ね、いや今日はお久しぶりのお話かありがとうございました。うん、またありがとう、休み。バイバーイ。じゃねー。